これはわざとらしくやるのではなく、さりげなくがいいですね。はい、皆さんこんにちは、リュウです。今日は彼に愛される8つの行動というお話をしていきたいと思います。皆さん、彼に愛される行動ってどんな行動だと思いますか？男性が思わずキュンとしてしまう女性の行動ですね。彼に愛される人は無意識でそれをやっていたりするんです。そんな行動をマスターすると、あなたも男性にモテモテになれるということですね。皆さん、そんな方法を知りたくないですか？要はこの8つのことをマスターすると、今恋人募集中の人は婚活に役に立ちますし、彼がいる方はますます彼に愛されるようになるということですね。ですから、このような彼に愛されて男性がキュンとなる8つの行動を解説していきます。当然、悪用してもらうことも可能です。というのは冗談で、まずは順番にやっていきたいと思います。まず1つ目です。1つ目は、不意にギュッとしがみつかれた時になります。男性は不意に女性にしがみつかれた時、キュンとなるんですね。僕にも経験があります。だから、地震が起こった、雷が鳴った、雨が急に降ってきた、つまずきそうになった、そんな何かと恐怖を感じた時に、ギュッと彼にしがみついてみてください。また、とても寒い季節に並んで歩いている時、ギュッとしがみつくのも効果的です。多くの男性は女性にギュッとしがみついてこられると愛しく思うということなんですね。高いレベルが高い女性限定ですが、ここが大切ですね。そして2つ目です。2つ目は、服装や髪の毛を直してくれた時になります。男性は身だしなみをきちんと整えていると思っていたとしても、どこか乱れていたりする時があるんです。そんな時、それをそーっと直してくれる女性にときめくわけです。女性を感じるというか、例えば襟とかネクタイとかズレを直してくれる時とか、こう糸くずを取ってくれる時とか、後ろの寝癖を直してくれてる時とか、このような時ですね。さりげなくそっと直してくれる、そんな女性に惹かれるんです。そして、そんな女性を愛しく思います。それに、そんな女性は気が利く女性だと思われて魅力的に感じられるわけです。男性は単純といえば単純ですけどね。僕は結構こういう女性好きです。そして3つ目です。3つ目は、別れる時、姿が見えなくなるまで手を振ってくれた時ですね。すみません、ちょっと噛んでしまいました。これは女性はかなり別れると思うんですけども、そうしない人とそうする人ですね。例えばデートが終わって、彼が車で彼女の家まで送ったとします。そして彼女が車から降りたとします。そんな降りたすぐに彼女がスイスイと家に入ってしまうと、ちょっと男性は寂しく感じたりします。でも、彼女が自分の姿が見えなくなるまで家の前で手を振ってくれたりしていると、男性はとても彼女を愛おしく思ったりするんですね。バックミラーでこう見た時、もう感激です。なので、ぜひこれも試してください。そして4つ目です。4つ目は、いつもありがとうと何気ない感謝の言葉をかけてくれるになります。やっぱり男性は女性に感謝されてこそエネルギーが上がります。男性にとって女性の感謝は生きる活力になるわけです。それに、女性に感謝されることで自分の存在価値を認められた感じがして、自信もついてくるんですね。なので、いつもありがとうという気持ちの言葉を忘れないようにしてください。男性は日頃から女性に感謝されていると、その女性をとても愛おしく思うんです。そして、その女性を大切にします。そして5つ目です。5つ目は、怖がっている姿を見た時になります。男性は好きな女性が怖がっているのを見た時、守ってあげようと思います。そんな時、男性ホルモンであるテストステロンが放出されるんですね。男性はテストステロンが出た時、その女性を独占したくなるんです。すいません、また噛んでしまいました。そして、愛おしくなります。これは男性の本能ですね。ただ、無理に怖がることはできませんので、頭の中にだけでも入れておいてください。そして、6つ目です。6つ目は、天然な行動をした時になります。天然、バカっぽい言動ですよね。男性にとってそれはとても可愛く見えます。度が過ぎなければですが、ある一定の男性はそうでない人もいるんですけどね。要するに、多くの男性はそんな天然な女性に自分の知識を教えてあげたいとか、助けてあげたいとか思うんです。そんな女性はこのような男性の欲を刺激するのがうまいんですね。また、天然な女性は柔らかい、優しい、おっとりしているという雰囲気を持っています。癒し系なので、男性を元気にするパワーを持っているわけです。そんな女性と一緒にいることで、男性は知らないうちに笑顔になることができるんですね。だから、このように天然な女性は愛されるんです。男性は癒しを求めてますからね。そして、7つ目です。7つ目は、人のために何か頑張っている姿を見た時になります。女性が誰か人のために何かを頑張っている姿は、とても男性にとってはキュンとするものなんですね。社会の荒波に生きている男性は、人のために頑張っている女性の姿は、女性が思うより意外によく見ています。なぜなら、働かない部下、いい加減な上司、自分勝手な取引先など、社会の中でいろんな人を見ているからです。すみません、ちょっと飛行機がうるさいですね。ちょっと収まりました。続けてやっていきます。だからこそ、このような人のために何かをしようとしている女性は、けなげに見えてキュンとしたりするわけです。女性の強さと優しさを感じるんですね。そして、8つ目です。8つ目は、髪を縛る姿を見た時になります。
普段は長い髪をなびかせている女性ですが、何か作業するときに長い髪が邪魔になったりしますよね。そんな時にさりげなく髪を縛る姿がとても魅力的に映ったりするんです。逆に髪を解く姿も魅力的に感じたりするんですね。そのあたりも単純です。ある統計によると、髪を縛る姿に魅力を感じるのが 60%、 縛った髪をほどく姿に魅力を感じるのが 40%、 このような結果も出ています。本人は何気なくやってる仕草なのですが、意外にも男性にとってはそんな女性の仕草はキュンとするわけです。これらに男性がキュンとする瞬間は結構あるんですね。これはわざとらしくやるのではなく、さりげなくがいいですね。だからさりげなくやってみるようにしてください。すると彼はあなたにキュンと愛おしく思われるということです。ただ男性には様々なタイプがあるので、この8つのどれが適用するかが分かりません。なので臨機応変に対応するようにしてみてください。ただしつこいようですが、この8つは相手の好意レベルが高い時限定なんで、そこを気をつけてくださいね。ここ重要です。つまり好意レベルが低い時にやってしまうと、相手の好意レベルを余計下げてしまうので、ここ気をつけてくださいね。8つのことをまとめると、まず1つ目は不意にギュッとしがみつかれた時、そして2つ目は服装や髪の毛を直してくれた時、そして3つ目は別れる時姿が見えなくなるまで手を振ってくれた時、そして4つ目がいつもありがとうと何気ない感謝の言葉をかけてくれた時、そして5つ目が怖がってる姿を見た時、そして6つ目が天然な行動をした時、そして7つ目が人のために何か頑張ってる姿を見た時、そして8つ目が髪を縛る姿を見た時になります。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。